おはようございます。 Tだと申します。今回やっていくゲームはこちら、おいしい。ちょっとねホラーな感じがしますね。おいしいって言葉はね、別にね褒め言葉ですよ、言っちゃえば。でもそれがちょっとなんかショッキングな内容を含む可能性もあるんでね、なんとも言えない感じですね。果たして美味しいとはどういう意味なのかをね、食へのね感謝を込めてねやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いただきます。美味しいってなんだっけ。美味しいも美味しいもまだ美味しかったような、今となっては覚えていない。私の美味しいは今でも美味しいだろうか。晩ご飯よー。はーい。おー、ウルフ RPG エディターの面影があるな。やったー、今日はカレーだ。みゆき、もうお腹ペコペコだよ。いただきます。あー、いいね、一枚絵。お母さんが作る料理はとっても美味しい。今日は何を作ってくれるんだろうとそわそわする。給食ももちろん美味しいけど、やっぱり食べ親しんだお母さんの料理が一番なんだ。だからいつも夜ご飯の時間が待ちきれない。どう？美味しい？いつものように感想を聞かれる。美味しい。私がそう言うと、お母さんは、よしとガッツポーズを嬉しそうにした。具が多くて、食べ応えがあるカレー。ルーとホクホクのジャガイモの組み合わせが最高なんだよね。もぐもぐ。ん？今日のカレー、辛くないね。それは甘口だからよ。辛口がよかった。仕方がないのでしょ？みゆきが食べ、辛いの食べられないのが辛いって言っちゃった。辛いの食べられないって言っちゃった。辛いと辛いって難しいよね。たまには辛いのがいいなぁ。わかったわ。また今度作るときにね、みゆきも辛いの挑戦するいい機会だし。そうだね。食べてみようかな。この子はみゆきちゃんか？真ん中にいる。やった！約束ね。それより冷めちゃうわよ。早く食べちゃいなさい。はーい。まあ、和やかな家庭ですね。和やかな家庭の、ごちそうさまでした。食への感謝を忘れない。素晴らしい。さあ、みゆき、カレー美味しかったな。お腹いっぱいで眠くなってきたな。寝る前に歯を磨かないと。はい。もうゲームパッドなんで、ちょっと操作方法が違ってくるんですけど、お、みゆき、小学6年生。システム。ありがとう。わざわざこんなところまでしてくれる。システムだけだね。装備とかはないんだ。ウルフ RPG エディターで、アドベンチャーゲームって感じですね。食後の運動しないとってことで姉が動いています。あ、テレビだ。あ、調べられる。こういうの。星空が見える。あ、いいね。こういうのとこ作り込んである。明日も学校なんだから早く寝なさいと。歯磨きはどこでやればいいんだ？レトルトやインスタントの食品が入っている。あくまで非常用だから食べたことがない。あ、そうなんだ。へぇー。細かいね、こういうとこ作り込んであんの。さあ、歯磨きをしたいところであり、お！扉の移動ね、これが。細かいな。シャコ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 。ガラガラー。ペッ。よし、すっきりした。歯磨きしたんだね。ここにやることはないかなと。お、すごい！全部調べられる。お風呂はもう入った。シャンプーやリンスなどが入っている。おー、一般的な家庭だね。で、ここはどれの部屋？クマのぬいぐるみだ。大きくて抱き心地がいい。クレーンゲームで撮ってたのだ。お姉ちゃん、手先が器用なんだよね。確率キーじゃなかったのか。
これは中学1年生って書いてあったから、姉の部屋だね、ここは。で、ここに、あ、でも部屋つく、すごいね、なんか部屋っぽい、ちゃんと作り込んである。ちゃんとさ、なんか家っぽく作り込んであるな。もう俺が最悪見たの部屋すごかったからな、毎回引き合い出しとんな。何？日記を書いた。おお、もう冬だから外は寒くてなかなか起きられなかった。寒いのは苦手だけど、友達と過ごせんのあと少しだけだし、明日も頑張って学校に行く。今日の夕ご飯はカレーだった。私の好きな甘口で美味しかった。また食べたいな。もう寝ようと。はい、 PM7 時ご飯よ。はーい。あー、わ、久しぶりのステーキだ。あ、ステーキになったんだね。今日お肉が安かったからね。めっちゃ豪華じゃん。早く食べよう。いただきます。食への感謝は忘れない。おいしい？うん、すごくおいしいよ。ジューシーなお肉とさっぱりしたソースがたまらない。付け合わせのインゲンはニンニクで炒めてあるようで香ばしい匂いがする。おいしいけど胃もたれしてきたな。みゆき、これあげる。油身いらないよ、食べかけだし。だって嫌いなんだもん。油身好きじゃん。これぐらい食べてよ。お願い。いや、こら、ちゃんと残さず食べなさい。世の中にはね、ご飯を食べられない人がいるんだから。重い言葉だね、それ結構。はーい。平和な、なんか平和だけどね。タイトル画面と違って、全然平和に見えるけどな。さあ、歯磨きしようと。基本的に歯磨きして、ん？それと今日帰ってくるの遅かったわね。文言を読むのはゲームを募集するわよ。うん、ごめんなさい。10分前には帰ってきてたんだけどな。もうなんか平和だけどね。日記を書いて終わり？日記を書く感じか？はい。日記を書いた。今日は雪が降っていたので、学校から帰ってきたお姉ちゃんと雪玉を作ったり、雪合戦をして遊んだ。楽しかったな。今日の夜ご飯はステーキだった。あまり出ないのでとても嬉しかったし、美味しかった。お姉ちゃんは脂身が嫌いで毎回残す。押し付けるのやめてほしいな。日記会だし寝ようと。はい。ゲーム関連のものが入っている。はい。寝ます。え、なんか平和だけどな。何にも、ご飯できたわよ。はい。今日はオムライスよ。あ、いいじゃん。毎回も、毎日毎日ちゃんと作ってくれるんだね。あの、手抜くことなく。同じものをさ、食べるわけでもなく。オムライス大好きなんだよね。いただきます。味はどうかしら？美味しいよ。卵はふわふわで、ウインナーが入ったケチャップライスも好き。いつ食べても飽きない。うんうん。これ中にチーズ入ってないじゃん。あれが美味しいのに。ごめんね、入れるの忘れちゃった。今日の夜ご飯は私の好きなオムライスって聞いたから楽しみにしてたのに。じゃあ冷蔵庫にあるから足したらどう？それぐらい自分でやりなさい。めんどくさいからいいや。私、ウインナーそんなに好きじゃないんだよね。お姉ちゃん文句ばっかり。お姉ちゃんは昔から好き嫌いが激しい。いい加減なんとかなんないかな。妹の方がしっかりしてるタイプだな、これ。でも平和な日常だね。全然なんか、寝る準備しようと。一度に言いたい、行ってみたいなと。外食したいなと。ほん。じゃあ親子丼はどう？ダメよ、食材がほぼ被っちゃってるし。それによく偏っちゃうわ。すごいね、毎日違うものを作るお母さんのね、苦労よ。あ、姉だ。あー、言ってたけど、勝手に取ったら怒るんだから、本当に不尽。あー、そんな時か。勝
勝手に入ったら怒られる主人公、主人公みゆきでいいのに主人公になっちゃったみゆき主人公なんだね。わかった。じゃあ日記を書こう。日記を書いた。うん。友達が帰省するから会えなくなる。寂しいな。今日の夜ご飯はオムライスだった。卵がふわふわでウインナーが入ってて美味しかった。お姉ちゃんはいろいろ言ってたけど、そういうの自分でやった方がいいと思った。12月か。今日の分終わり。じゃあ寝るか。これを繰り返していくゲームなんだね。基本的には。できたわよー。はーい。いただきます。美味しいかしら？美味しい。ちょっとぱくない？え？こんなに塩取ったら血圧上がっちゃうって。はは。そうかな。ちょうどいいと思うよ。しょっぱすぎるって。何食べてんの？それに、あ！いい加減なさい！そんなに気になるけど、もう食べなくていいわ。そんなに言うこと言わなくていいじゃん。そんな怒んなくたっていいじゃん。そんなムキになんなくていいじゃん。正直に言っただけだし。ごちそうさまでした。お母さんすごく怒ってたな。あんなこと言わなければ楽しくご飯食べれたのに。早く寝よう。あ、BGM なくなっちゃった。冷めたわー。別にいいのにね、それぐらい。お母さん体に悪いからって言ってた。あ、ちゃんと増えてる。お母さん曇っているになってる。お母さんの様子見に行くか。何してんだろう。今はそっとしておこうか。確かに作る側の苦労も考えないといけないけど、あ、最近言い方がきつくなった気がする。反抗期ってやつかな。あー、なるほどね。中1やもんな。日記を書いた。あ、チャーハンだったんだ。卒業式の予行練習が始まった。ずっと一緒にいたいな。今日の夜ご飯はチャーハンだった。けどお姉ちゃんが文句を言ったからお母さん怒っちゃった。よく料理に文句を言うけど何が気に入らないのかわかんない。美味しいって言えばそれで終わりなのに。翌日がちょっと気になるね。6時。何してるの？何ってご飯作ろうとしてるの？姉が？それなら怒られないし、お母さんご飯作らなくていいし、自分の好きなものが食べれる。ウィンウィンだよね。それは、やめた方がいいと思う。なんで？あ、お母さん来たよ。たまにはいいじゃん。何してるの？勝手に台所に入られちょうだい。あ、お母さん、今日は私が作るからさ、休んでていいよ。お姉ちゃん、あのね、聞こえなかったの？お母さんが作るからやめなさい。いいっていいって、いつも作ってくれてるからさ、今日ぐらい、やめてって言ってるの！え？怖っ。そんな引っ張んないでよ。さっさとお風呂入ってきなさい。何なの？意味わかんない。お母さんはなぜか台所に入られるのを嫌う。私も一度お母さんの誕生日に料理を作ろうとしてすごく怒られた。それだけじゃない。料理だけじゃなく、その他の家事のお手伝いすらさせてくれない。全部自分でやる。責任感が強いにしても強すぎだろ。何がお母さんをそうさせるのだろう。いただきます。あれ？なんか量多いね。今日は自信作なの。美味しい？美味しい。美味しいよ。あとは、
一旦何急に。あ、みゆきがもうなんか先に足こつかないでよ、痛いな。あ、もう先んじて言ったんだ、先んじて。本当に仲良しね。でも遊ぶのはご飯を食べた後にしなさい。うん、ごちそうさまでした。なんだろう、ご飯美味しいのに食べたくない。どうしたのみゆき、怪我するといけないから入ってきちゃダメよと。うん、あー、確かに台所に入るのは嫌われるね。姉だ、もともと二人は気が合わないんだよね。いい加減好きなように使わせてほしい。あー、平和な家庭ではあるんだけどな。さあ日記どうなるかな。日記を書いた。最近夜ご飯を食べるのが辛い。お姉ちゃんは注意しても数日するとまた同じことをする。お母さんは私たちが冷蔵庫のも使おうとすると怒る。もう火の使い方が分かんない年じゃないんだけどな。台所に入らせてくれないのはなんでだろう。2月か、ってか。さあ、じゃあ次の日ですね。え？いつからだろう。美味しくなったのは。もはやこの光景は日常の一部になった。美味しい？お母さんは分かりきったことを聞く。お姉ちゃんが料理に文句を言って口論になる。その繰り返し。なんとかしないと。このおかずすごく美味しいね。この料理も美味しい。もっと食べたいな。お母さん美味しいね。これ以上最悪な空気にしないように。これ以上お母さんの機嫌を損ねないように。これ以上二人の仲が悪くならないように。嘘をついた。え？もう食べたくないな。あ、もしかして一応お母さんに聞いたことがあった。どうしてあんなことを言われても料理を作り続けるの？お母さんはこう言った。それがお母さんだからよ。私にはその言葉の意味は分からなかった。それだけじゃない。最近文言とかテストの点数のこととかいろんなことが厳しくなってきて、あれこれ言われるようになった。もう分かんないよ。え？家族の中は壊れてんの？雨が降ってるよ、外。頭が悪くなるからってそんなわけないのにと。はあ。どうしてあんなこと言うのかしら。みゆきはいつも美味しいって言ってくれるのに。ね？うん。お母さんのご飯は美味しいよ。カタカナになった。なんだ？今はもうほとんど話してない。え？何何？日記はどうなるのか。美味しいが怖い。もう言いたくない。夢だったらいいのにな。終わりにしたい。ええー！いつまで続くんだろう。どれぐらい繰り返せばいいのかな。美味しいはいつからか美味しいになった。味の感想ではなく相手を不快にさせないために、美味しかろうとそうでなかろうと自分を守るために使うようになった。え、じゃあ悪化していていくばかりで終わりが見えない。なるべく家にいたくなくて門限ギリギリまで学校にいることが多くなった。帰ったらあの憂鬱な時間がやってくると思うと気分が悪かった。もしかしてお母さんの料理って美味しくないってこと？実は。もう嫌だ。そう思っていて矢先だった。何？え？
お母さんが事故で亡くなった。買い物からの帰り道で跳ねられたらしい。打ちどころが悪く、病院に搬送された時にはもう手遅れだったようだ。それを聞いた時、私は頭が真っ白になった。同時に悲しみが私の心を支配した。当然子供だった私たちは何もできず、流れのまま葬式を終えた。呆然としていた私をよそに、周りの人たちの時間だけが早く進んでいるようだった。だけど悲しみとは裏腹に一つの思いが浮かんでいた。解放されたんだと。もうお母さんのご機嫌取りしなくていいし、いろいろなことを制限されなくていいんだ。苦しかったあの生活が終わったんだ。日記？もう言わなくていいんだ。これでやっと。あ、外食できるような、外食もできるようになったか。ここのスイーツすっごく美味しいんだよ。SNS で話題になってんだから。めっちゃ並んだわ。さすが人気な時あるね。そうそう。で、一番人気なのがストロベリーパンケーキだって。そうなんだ、楽しみだね。あの後から数ヶ月後、穏やかな日常に戻った。私は中学生になり、友達と初めて外食をした。今まで給食以外外で食べるのは禁止されていたからか、食べた瞬間、今まで食べたどの料理よりも美味しく感じた。あれからギクシャクしていたお姉ちゃんとの関係も今では元通りになった。それどころか料理に文句も言わなくなった。あれはお母さんに対する一種の不満だったのか。お母さんとのご飯は確かに美味しかったし、過ごした日々の楽しい思い出は嘘ではなかったと思っているけれど、あの人の行動は私たちのためというより、お母さんという役割を完璧にこなさなければいけないという圧迫感を感じた。今となってはそのシーンは誰にもわからない。それにもういいんだ。みゆき、一口ちょうだい。私のもあげるから。いいよ。最高。これもいいね。みゆき、ん？え？おいしい？うん。おいしいよ。怖い。ちょっと怖い。なんか、おいしいっていうのが怖い。食への感謝の言葉のはずなのに。エンド、呪縛。え？他にエンドがあるみたいな、そんなことはある？ちょっと目がハイライトないけど。エンド呪縛。はーい。じゃあちょっと待って、他のエンドとかあんのかな？エンディングは一つだけです。はい。なので、美味しいは、これで終わりとなります。何のための美味しいんだったんだろうね。自分を守るための言葉なのか、おべっかなのか、それとも、今となってはわからない。ただちょっと、なんか、食への感謝は忘れちゃいけないよねっていうね。うん、それだよ。うん。だから皆さん、美味しいと言うようにしましょう。ご飯に対してはね。これ嫌いとか言っちゃダメですよ。美味しいって言いましょうね。うん。